皆さんこんにちは、ザッピーです。今日もミニトピックというやつを入れてみたいと思います。ちょっと短いトピックなんですが、これちょっと便利でいいなと思って、気がついた時にちょこちょこっと喋ってね、あげられるので、まあ気が向いた時はご覧になってみてください。何かというと、ポール・マッカートニーのインタビューがちょっと面白いのが出てたんですね。インタビューなんですけれども、動画の翻訳設定を自動翻訳から日本語にしてあげると、割とまともな日本語の翻訳も出てきます。それでですね、何語ってるかというと、自分たちは要するにうまくこうコーラスができたわけですけれども、ライブでですね、でそれは、まあ、我々よく知ってることでもあるんですが、ポール・マッカートニーが自分で語ってるのは、まあ、自分とにかくポール・マッカートニーが左利きであったことがとても良かったと。特にマイクを1本でジョージ・ハリスンとコーラスをつけるときに、こうバッティングしないわけですよね。お互いにマイクを挟んで立ち位置が取れるということで、本当にこれが良かったというふうに言ってます。まあ、これはね、我々見てたってそう思いますよね。ただね、ちょっと僕は面白いなと思ったのは、まあ、ビートルズのライブコンサートで初期はですね、特にこう、この中では She Loves You とか Twist and Shout とか言ってますけれども、うーってこう声を伸ばすときに、まあ、特に、ポールとジョージが一緒になってこう頭を振るわけですよね。もうぐる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 ってこうモップヘアがこう回るみたいな、ね、感覚になって、あれで一気にこう女の子たちがキャーって騒ぐらしいんですけれども、騒いでいたらしいんですけれども、なんかあれってね、ちょっとこのインタビューによると偶然やったそうなんですね。で、偶然やったらば、なんでか知んないけどキャーっと騒いだと。で、後になって誰かに言われたらしいんですけれども、お前ら頭振ったろうと、あれでみんな騒いだんだということで、まあ本当にね、まあ発明したっていうんでしょうかね、偶然の発明で、まあ、それが自分たちのトレードマークになって、まあ、頭を振ると必ず叫び声をもらえるとが出てくるということで、まあ、自分たちとしてはね、いい盛り上げの材料になったというようなインタビュー、本当に短いインタビューなんですけどね、まあ、おそらくご存知の方も多いんじゃないでしょうかね、こういう話っていうのは。僕はね、逆にこういう話知らないんですよ。まあ本当にね、こう熱心に追いかけてればきっとどっかで語られてるような材料だと思うんですけれども、割と知らないですね、僕はね。なので僕個人的にとても面白いなと思ってしまいましたね。頭を振るポーズはこうやって生まれたんだなと思いました。まあ、割とこうバンドでビートルズをね追っかけたりはしたんですけれども、どっちかというとこう頑張ってねコピーしようとか、音楽で楽器で頑張ろうとかね、そんなこと、そっちの方がちょっと多かったかなと思って、まあこういうところも真似すりゃよかったのかなとかね、コピーバンドやるからにはですねとか思ってしまいました。今日は以上です。ありがとうございました。